やあ皆さん、私は田舎町の小さな映画館、これまでにたくさんの映画を上映してきた。そんな中からこれから3回にわたってオードリー・ヘプバーン全盛期の映画を紹介していこう。まずは第1回目、1953年ローマの休日から57年昼下がりのジョージ、パリの恋人まで、新鮮で若々しいアイドル性が堪能できる時代だ。オードリー・ヘプバーン、1929年ベルギー生まれ。10代前半をナチス占領下のオランダで過ごす。いくつかの映画に小さな役で出演した後、ローマの休日でスターに。数々の主演作を経て、67年の暗くなるまで待ってで第一線から退く。その後カムバックするも出演作は少なく、やはり全盛期は53年から67年まで。赤文字が今回ご紹介する5本だ。まずはウィリアム・ワイラー監督作品、ローマの休日。亡国のアン王女が親善旅行先のローマの街に抜け出して短い冒険を楽しむうちに、新聞記者のジョーと恋に落ちる話だ。おとぎ話らしさに互いに身分を隠すサスペンス、観光映画の楽しさも全開。そして何よりオードリーの初々しい魅力は衝撃的。初主演にしてアカデミー主演女優賞に輝いた。ヘアカット、スクーター騒動、戦場パーティーの立ち回りと名シーンの連発で、中でも真実の口の場面でのアン王女の驚きは演技ではないという。ジョーがちょっとしたトリックを見せるのだが、本番のカメラが回るまでオードリーには知らされてなかったのだ。条約のグレゴリー・ペックも魅力的だが、相棒のカメラマン、ハービングのエディ・アルバートがいい。アン王女去りし後、男二人で特ダネ用に撮った写真を広げて喜ぶところは、微笑ましくも哀歓に満ちている。ラストの記者会見は、ワイラー監督が腕によりをかけた名シーンだが、ここにアービングがいるのがいいのだ。王女が前列の新聞記者一人一人と挨拶を交わすのを省略しないで見せきるのは、脚本的にも演出的にもなかなか大胆なのだが、ジョーだけじゃなくアービングがいるから全くだれない。翌54年には才人ビリー・ワイルダー監督の麗しのサブリナに出演。サブリナパンツという言葉を生み、一部のシーンでは初めて名ファッションデザイナージバンシーの衣装をまとった。オードリーはファッションリーダーにもなった。56年にはキング・ビダー監督がトルストイの古典を映画化した大作「戦争と平和」でヒロインのナターシャを演じた。彼女を取り巻く二人の男、ピエールとアンドレーをヘンリー・フォンダと当時のオードリーの夫、メル・ファーラーが演じる。3時間半近い長さだが、後にソ連でセルゲイ・ボンダルチュク監督が映画化した戦争と平和に比べると、サクサクしたアメリカ映画的語り口で
見やすい。何よりオードリー初めてのカラーというのが嬉しい。なおソビエト版でナターシャを演じたリュドミラ・サベーリエワも大変魅力的な女優さんで、比べて楽しんでみるのもいいのでは。時間はかかるが、翌57年には昼下がりのジョージとパリの恋人が公開。この年にはマイヤーリングというのもあるが、テレビの生放送用のドラマなので、喋る映画館としては割愛させてもらう。昼下がりのジョージはビリー・ワイルダー監督と再び組んだ作品。より少女漫画的なストーリーで、ラブコメの一級品だ。オードリーが演じるのは探偵の一人娘アリアーヌ。父の仕事に首を突っ込み、ナウテのプレイボーイと恋に落ちる。だが彼女自身もうぐさを隠して遊び女を演じ、プレイボーイを翻弄。背伸びした嘘つき少女もオードリーが演じれば可愛い。プレイボーイにゲイリー・クーパー、父親の探偵にモーリス・シュバリエとベテラン揃い。しかし何と言っても忘れがたいのは4人組のジプシー楽団だ。彼らの奏でる魅惑のワルツを見終わってからも思わず口ずさんでしまうこと受け合いである。さて今日のラストはパリの恋人。大作曲家ジョージ・ガーシュインのペンによる名曲がたっぷり楽しめるミュージカルで、オードリーの若きアイドルスター期の最高峰にも位置づけられそうな一品だ。パラマウント社の制作ながら、監督のスタンリー・ドーネン、共演のダンスの神様フレッド・アステアなど MGM 社のミュージカルの人材が投入された作品で、長年培われてきたエンターテインメントの極意が発揮され尽くしている。特に多くの映画の音楽に関わり、ボイストレーナーとしてスターたちを鍛え上げ、一流の舞台芸人でもあったケイ・トンプソンが重要な役を演じるのは、本家 MGM でもなかったごちそう。最初のナンバー、シンクピンクは彼女が主役で、オードリーもアステアも登場する前にオープニングをカラフルに飾るという贅沢さ。お話は本屋の店員オードリーがカメラマンのアステアにスカウトされ、ファッションモデルとなり、やがて結ばれるというもの。地味な女性が年上の男に見出されて美のアイコンに変身というのは、オードリーの後のミュージカルマイ・フェア・レディと同じだ。しかし歌が吹き替えのマイ・フェア・レディとは違い、こちらでは本人の愛らしい歌声が楽しめる。主役の二人が出会う本屋のシーンの演出の見事さはどうだろうか。はしごに乗った可愛らしい足が映り込んだ時、観客はオードリーかなと思う。実際オードリーなのだが、それがわかる瞬間のハッとする鮮やかさ。オードリーとアステアが二人きりになった時、あるはずの本棚の背板を外して裏側から撮影しているのには驚いた。本棚などの中から撮ってるように見える画面はよくあるが、いきなり素通しになってしまうのはドラマ部分の演出では珍しい。この大胆さによって観客は
現実離れした夢のような恋の世界に滑り込んでいく。ここでもまたはしごの使い方が見事だ。そしてアステア去りし後にオードリーがうっとりと歌ういつの頃からかの可愛さと言ったら、帽子、鏡といった小道具が生きてミュージカル映画を盛り上げる殿下の宝刀クレーン撮影の活用も完璧だ。あるいはこの映画の現代でもあるファニーフェイスが歌われるシーンの粋なこと、わずかな赤い光だけの現像室は全く華やかではない。なのにアステアの歌と踊りが実にユーモラスでロマンチックな語りかけとなっている。最後に白色光で色鮮やかに照らし出されるのがオードリーのクローズアップという心憎さ。他にもパリでのロケーションとミュージカルの融合、黒ずくめのオードリーのダンスの面白さ、これぞアステアと言いたくなる闘牛ダンスなどなど、魅力は語り尽くせない。アステアとしても同年の絹の靴下と並ぶ後期の代表作と言えよう。またアステアがオードリーの写真を撮るシーンにはファッションカメラの第一人者リチャード・アベドンが関わっている。プロの撮影現場を再現した面白さがあるし、シャッターが切られる瞬間のストップモーションはいずれもうっとりするほど美しい。何よりあふれる色彩の中でのオードリーの可愛らしさは言葉を超えている。さて今日のお話はこれでおしまい。次回は59年の緑の館から61年噂の2人までのオードリー作品を語ろう。それではまた会おう。